ウキリジェイクです。はい、お願いします。あ、トライアル始まります。はい、そうですね。いよいよトライアルですね。はい。まあ、ニゴからはオブセッション。はい、オブセッション。まあ今日は、まあ500万したの前に、はい、水槽をして外を、うん、ウッドコースで外を回すという内容だったんですけれども、まあ、時計的には69秒0の、うん、ラストが38秒6の12秒8、うん、まあ、藤沢急所なんで馬なりでしたけどね、うん、まあ、外を回して並びかけてという結構、まあ、それなりに負荷かかる内容でしたし、そうね、はい、うん、大体ね、大体追っかけたりなんか内っていうのが多いんだから、大体内ですけどね、うん、外を回してって、ね、うん、まあ、調教師が言うには、はい、結構大きな馬なんで、うん、小回りするよりもこう大きく、はい、伸び伸び走らせるような感じだったみたいです、うん、まあ、動きはまあ問題なくいいと思うので、はい、まあ、そういうちょっと不器用そうな、先生の話ではちょっと不器用そうな印象を僕は受けたんで、はい、中山の2000っていうのはどう出るのかなというところはありますけど、うん、そこは鍵かな、はい、状態面に関してはまあ問題なく来てるんじゃないかなと、うん、なるほど、思いますね、はい、はい、あとはリビーリング、はい、はい、これはね、新馬買って、東京で新馬買って、そのままセントポリア賞で2着ハッピーグリーンに負けちゃったんだけども、まあ、内容は悪くなかったし、で今日追い切りはね、まあ、戸崎ジョッキーが乗ったんだね、戸崎ジョッキーが乗って、合わせ馬でミッキージョイで合わせた、確かオープンがね、はい、合わせて、ちょっとね、後ろから行って追っかけるような感じで 53.3 の 13.1 で、これはね、内に入れて馬なりで平入だったんだけど、前半ね、少しこうちょっと行きたがるような装備を見せて、こう結構行くなよっていうような感じでね、佐々木ジョッキーやってましたけども、まあ、直線に向いてしっかり入れたらね、結構ね、しっかり走れてたような気はします。はい、能力が高そうですし、お父さんピクトワール記者だから、弥生賞買って皐月賞も買っちゃったもんね。そうですね、2010年でしたっけ確か、ね、だからそういうの能力はね、確かに強いですよ、うん、ワグネリアンとかね、ダウンプレミアムとかね、もうそれに強いのがいますけど、ジャンダルもそうですけど、はい、まあ、ちょっとこれもちょっと侮っちゃダメよっていう感じはしますよね。あとは、まあ、動き、まあ、よかったのは浅草スタートも、はい、まずまず、まあ、ゴーハラモンで68秒、うん、ラストの39秒も13秒差の馬なりで動いてましたし、はい、まあね、芝のレースなんでね、今回は、うんうん、その辺はちょっと対応できるのか微妙ですけど、はい、まあまあ、動きに関しては良かったかなとは思います、はい、あとね、浅草スポットはね、これ新馬戦の時すごい強かったんだね、ちょっと外張ったりね、ちょっと幼さをいろいろ出して、それでも直線一気にガッと差し切ってね、うん、戦力のダートで、今回は芝の2000ですけども、まあ、この辺でコースが変わって芝になって、どの辺がまた荒削りだけどもなんかいいものを持ってそうなんでね、はい、ちょっと注目しておこうかな。武藤雅君も乗りますんで、そうですね、はい、はい、今日はチューリップショーです。マウレアですね、はい、まあね、輸送もあるんですけれども、はい、結構しっかりやりましたね、はい、まあ、ウッドコースで、はい、ここからの68秒1のラスト38秒8の12秒7、うん、まあ、3頭合わせの正打ちに入りましたけど、はい、まあ、大外にいたマイネルスフェーンは突き放しても4馬身ぐらい先着しちゃいましたし、非常にいい動きをしていましたって、まあ、前回の敗戦がね、ちょっとどうしたのっていう感じはあるんですけど、うんうん、でも、まあ、もともと能力高いようなんで、うん、ここはね、巻き返してくれるんじゃないかという状態にはあります。うん、はい、まあ、今回、まあ、なんか、メンコ外すとかね、いう話もね、いろいろ出てますよね。はい、あと、まあ、今回、タゲイダがジョッキーなんでね、まあ、また違った感じで。今回、しっかり、まあ、ゴール前もしっかり追ってたのは、もう、うん、自分からなんか やめるというよりもなんかこうふわふわするような、うん、なんかね、それ起こさない、うん、反応がなんか急に悪くなるようなところがあるんで、うん、まあ、その辺ちょっと気合いつけて最後までしっかりやってたんで、うん、はい、その効果に期待ですね。これもね、あゆさんの妹さんだからね、はい、うん、
はい、あとね、有冠富士賞からね、そうです、オーシャンステイクス、オーシャンステイクス、動きが良かったのは相変わらずスノードロゴ、はい、10歳10歳ですけど真っ白になってしまいました。でもまあ今日も、ハンドで52秒3のラストも12秒3曲がりで、うん、軽く駆け上がってきますからね、もう相変わらず動きが抜群ですね。10歳になってもね、全然ね、そのハンドルでね、時計がね、パッピーにならないと大したもんだと思います、この馬に関しては本当。まあ、高木教授が言ってたのもね、手前、最後手前変えるともう一人なんですよ、はい。だからこの前もね、あの門の上記にね、うんとかって、門に入れ替えさせてたって言ってたんで、ね、まあ、だからそういうふうな、うまく展開が向けば、まあ、姉妹だけなんでね、姉妹にかける足なんで、それでうまく展開を向けば、差し向きになればね、チャンスはあるかなと思います。筋量も軽くなりますからね、1キロ。そうですね。はい。あと、ナックビーナス。相変わらず動くんだ、まだこれも。楽に動いてくる。本当。ウッドでね、66秒台で走ってましたからね。まあ、それでも全然無理してないし、馬なりで。でも、そのビーナスも65秒台ぐらいずっと出ますよ、こんなのね。まあ、次の調教師が言うのにはやっぱ、ね、スムーズな競馬だったらこの前みたいに、ね、外からこうスムーズにスーッと追いつけてで直線でさあ追い出したらってかもう一人伸びきらなかったからちょっとごちゃごちゃごちゃっとして前がこう壁になったりこう詰まってるぐらいの方がボーンと爆発力を生かせるんじゃないかなって言われてましたからね。まあそういうふうなそのためには内枠に入ることが条件になりますけれども、うん、重賞を勝ってるだけの力がありそうな気がしますね。そうですね。あとリエノってソロだ。そうですね、まあ今回ね、セミ使うという男を巻いて、センニを使うということで、まあ、ちょっと間隔空いた割に今日のウッドでは、まあ、姉妹重点で、はい、まあ、4ハローの52秒0のラスト12秒9、うん、まあ、ちょっと軽いかなっていう感じはするんですけど、うん、で実際、武井調教師も、使ってさらに良くなるだろうなという状態だということは認めてるんですよ、はい、でこの状態でどれぐらいやれるか、それによって高松宮記念っていう目が見えてくるんで、はい、まあ、ある程度ここでは、まあ、結果は分かんないですけど内容を求められるレースになるのかなと思いますので、うん、まあ、動きはね、まあ、今日の今回の追い切りは自体は軽めでしたけど、うん、まあまあ仕上がってるとは思いますけどね、うん、なるほどね、はい、ありました。あとまあロードクエストとかね、これも展開一つなんでね、まあ、ちょっとこのオーシャンステークスはちょっと難しいです難しいですねかなり関西側のメンバーを見ても難しいですね、うん、なんか感じなんで、はい、しっかり検討していきたいと思います。はい、はい。